クフモはフィンランドカイヌー県の自治体、ケヒュスカイヌー軍に属する。人口は1449人で、面積は5457.58平方キロメートル。このうち636.65平方キロメートルは水域になっている。人口密度は低く1平方キロメートルあたり2.2人。 ロシア国境に面してオリソの長さは1 2 0トル。フィンランド語のみを公用語に指定している。17世紀の初め、クフモの人々はカヤーニア・オール・ヤルビの教区に属していた。クフモは1865年に自治体となり1937年まではクフモニアミとして知られていた。この名前を略して現在のクフモに収まった。 クフモは1986年に死に格上げされた。19世紀の間、寒流液やその他の燃料が経済の中心になっていた。1900年に寒流液の生産量はフィンランド最高になり160万リットルが生産された。冬戦争ではクフモで重要な戦闘が起こった。クフモの戦いの間48回の地上戦と砲撃が クフモ中心から1 0トルの位置で行われた。クフモの戦いの後もこの地域の国境線は変わらず、1595年の津ナ平和条約より400年国境線を保ち続けているクフモは、クフモ室内学音楽祭でよく知られている。このお祭りは1970年せっぽき真似、荒井敏子夫妻とその友人のグループから始まった。二千六年に出版された本には、 森の音楽を聴きましょうと、フランス語と英語で書かれている。レンディラ教会。ありがとうございます。